ごきげんよう、マナトです。グノーシア続きです。ループ10周目なんですけど、何この可愛らしい映像、そして耳に心地のいい音楽。今回はもうずっとこれ流しとけばいいんじゃないかなアンチコズミック主義、略して AC 主義者、グノーシアを崇拝し場をかき乱すという新たな役回りが加わったこのグノーシア人狼ですけれども、なんか立ち回りどうしようかなとかって言っていた前回からのこの1日目、エモい感じ。この子誰だろう。見渡す限りの花畑、少女が花を摘んでいる。少女は時々こちらを見上げ、ただ微笑む。言葉はなくても、その気持ちは伝わってくる。物言わぬ少女の名は、ククルシカ。ククルシカの声を聞いた者は、誰もいない。なんか全然違うゲームが始まっちゃった感がある。だが、声を出さないことはククルシカの美点ですらある。古の賢人は言った。喋らない女こそ最高の女だと。さらにはククルシカの豊かな表情や繊細な動き、それらは言葉以上に雄弁だ。しかりククルシカは少女として完成しているのだ。わお、パーフェクト美少女ってことか。でも喋らないことが美徳って、なんか喋るとすごい言葉がきついとかいや、そういうギャップ萌えもありですよ。だが少女とはやがて消えゆく儚い奇跡。私のような中年男にはいささか眩しすぎるな。ちょっと待って、何このメタい発言。しかも中年男って誰が見てるのこれ。おお、どうしたマナト、このジョナスは哀れんでくれるのか。はい、なんか中年男と言いながらめちゃくちゃダンディー、すっごいかっこいい伊達男っぽい人が出てきた。腕が、この人サイボーグかな。少女とこの男も今回から加わるのだろう。え、新キャラか。そうも見つめられては照れるじゃないか。それよりマナと、姫君がお呼びのようだが。ククルシカ。わお、かわいい。パーフェクトかわいい。笑顔のククルシカ。その手には花で作られた冠がある。もっと近くに来てと身振りで伝えてくる。花冠を頭に乗せてくれるようだ。結婚する？と思った瞬間、グノーシア汚染につきまして緊急の対策会議が行われます。乗員の方は全員メインコンソール室に集合してください。プロジェクターだったか。ここは展望ラウンジだ。レビーの判断で花畑のイメージ投影が強制終了されたらしい。せっかく幸せの時間を過ごしていたのに。なんとも無粋なことだが、事態は切迫しているようだな。仕方あるまい。この3人でお花畑でキャッキャウフフしていたのか。守りたいこの笑顔。でも人狼ゲームにおいて喋らないっていうのは身振り手振りで伝えてくるのか。で、話し合いなんだよな。無口なやつが不利にならんかそれ。ああね、まさに今そのことを。ククルシカが身振りで全員の目を引きつける。そして茂道を安心させるように微笑んだ。
言葉よりもはるかに雄弁な。確かにククルシカ乗員11人か。そして AC 主義者、アーマードコアじゃなくてアンチコスミック、グノーシアに肩入れをする人間が混じってる。顔ぶれがまたちょっと雰囲気変わりましたね。今まで結構本当宇宙宇宙した感じの人たちが多かった中、ジョナスとククルシカ、この二人が加わるとなんかグッとグッとなんか雰囲気が地球っぽくなる。問題ねみたいだな。ごちゃごちゃ始めっか。そして新しい人が加わるごとに、元いた人たちも初めからその新しいメンバーがいたかのような振る舞いになる。この不思議。なんかみんなで仲良くお茶会でもしたいけどな。でもこの中にグノーシアいるんですよね。はい、では今回も頑張っていきましょう。様子見から始める。まずシピ君の初手、ラキオ君を襲うじゃない疑う。ラキオね、確かに不審かな。ジナさんも乗っていく。ラキオ君は否定する。まあ定石ですね。茂道はラキオ君につく。ここで重要なのが今回誰と仲がいいか。わ、ククルシカと仲がいいな、嬉しい。コメットと仲が悪いのは意外。かばい方がなんかね、男らしい。茂道、この人間臭いところがいいんですよね。お、身振りで美少女、めっちゃ可愛い。儚いですね、本当に儚い存在が。もしかしたら S 級が怪しいかもと気がかりそうな素振りを見せている。 S 級ちゃん狙いか。この度マナとスキルが上がっておりまして、誰かが嘘の発言すると分かるんですよね。特にエンジニアが嘘の発言してくれると分かる。お、ジョナス氏、なんか色気のある男の人ですね。おしゃれ感がすごい。 S 級が疑わしいと、それはククルシカという人間の本心から出た言葉かな。それともこれなんだかばってるの。おっしゃる通り S 級様を疑う根拠は薄いですね。ステラさんもかばう。コメントもS 級ちゃんかばう。なんか S 級ちゃんやたらかばわれます。本当なんだろう、ステータスの可愛げとかが関係あるのかな。この辺でそろそろ私も発言をしておかないといけない。どうしよう。 S 級ちゃんみんなかばう流れだからな。初登場キャラがどっちか。今回ククルシカちゃんは絶対に白だと私は思っているので、コメット S 級ジナ、ついついラキオくんか茂道かに振ってしまいがちだけど、意外なところでシピくんに投げてみる。うん、ククルシカちゃんが乗ってきた。あー、なんかこんな表情でも可愛いな。いちいちこう全身を見たくなっちゃう。ククルシカの瞳からもシピへの疑念が見て取れる。ごめんシピ君。私はシピを信じたい。ジナさんかばうか。コメントを切疑う。説否定。ラキオ弁護かばいました。これわからない流れだな。あ、ちょっと見てくださいよ、ククルシカがこっち見てる。
クルシカがこっち見てる。マナトに力を貸してほしいと、ククルシカが潤んだ瞳で見つめている。ククルシカに協力を求められたが、とりあえず様子を見ることにした。あ、しまった、発言するで返さないといけなかった。こんなん秒速で協力するに決まってるんですけどね。保留にしちゃった。投票、でもこの投票の直前でククルシカが協力を求めてきたってことはシピ君狙いなのかな。まあじゃあ入れてみようかな。ククルシカ、ククルシカ、嘘やろ、なんでや。え、みんなそんな素振り全然なかったのに、私のククルシカになんてことを。私のククルシカは SQ ちゃん狙ってる。セッツ SQ ラキオククルシカちゃん狙い。他の人はちょっとばらけてるか。みんなが弁護していた SQ ちゃんに唯一ククルシカだけ入れていた。この意味、ジョナスはコメント怪しいか。コメントは茂道、茂道はシピ君。やっぱばらけてるな。あー、ククルシカ眠ることになった。ごめん、絶対仇は取るから。やだ、ダメだよダメだよ。眠るべきものは眠ったな。さて、私はここに残らせてもらおう。何、野暮用があってね。怪しい、ジョナッシー。何、野暮用ってなんだ。私もククルシカの守りたい、寝てるところあ、いけますね。ここなぜか照明が落ち、室内が暗くなっている。ジョナスがいるはずだが、これはチョイスをミスったかも。おお、何、おおって。暗い部屋の奥からジョナスの声が聞こえてくる。これはポリスメンを呼んだ方がいいんでは。レビー、レビー、不審者、不審者。やっば、やばいところに来てしまった。新主義者なんじゃないか。ああ、冷たくも美しい凍れる彫像、それに引き換えこの私の肉体の無様さよ , 笑えんだあ、だからか、あの冒頭のお花畑にジョナスもいたのはそういうことなのか。ククルシカタン萌えっていうことだったんか。声をかけるのはやめておこううわ、やば、やばやばやば。ステラ消失、ステラがやられちゃいましたか。ステラさん、この度はセツと仲がいい、コメット相変わらず仲が悪い。ククルシカの意見を尊重するなら SQ ちゃんを狙い撃ちなんだが、衛進主義者ジョナス氏、超危ない人だ。要注意人物ジョナス氏、時点 SQ ちゃん、コメットももしかしたら。怖い、この人。では本日の議論を始めよう。第一の議題は私から提出させてもらうが、異存はあるまい。この流れからいくと、ククルシカタンと仲の良かった私のことをなんかやり玉にあげるんじゃないかな。うん、違った。さて諸君、こうは思わないかな。昨日眠ったククルシカは真にグノーシアだったのか。自分たちの決断は正しかったのだろうかと。なんでこんなに痛んでるんだククルシカ。怖いな、この人やっぱ怖い。まあ思うけど、わかんないからしょうがないじゃんね。ドクター、また新しいのが出てきた。
AC 主義者じゃないんだあまりにも怪しすぎるんだもん挙動が。わかるのさ、私にはね。なぜなら私はジョナス、この船のドクターなのだから。あー、ドクターの役回りがわかったかも。コールドスリープさせた人がグノーシアだったかどうかが判別できるな。さてはまんまだった。ドクターは前日にコールドスリープしたものがグノーシアだったか否かを検査できます。そんな調べるまでもなく、ククルシカタンがグノーシアであるはずないじゃないか。そんなの調べるまでもなくわかることじゃないか。え、うっそ。ダメだ、私の推理おかしいな。では調査結果を報告しよう。昨日眠ったククルシカはグノーシア化していたよ。あー、すごいミスリードが素晴らしいな。え、でもそのグノーシア化、いや、わかるけどね、その美学的なものは。あえてその敵に対して美しい凍れる眠れる彫像、凍れる彫像のようだって言ってめでる、その美学もわからなくもないけど、これが私が現在提供し得る情報のすべてだ。有効に活用されることを期待させてもらおうか。エンジニアは今残っているメンバーの中でグノーシアを見つける。ドクターはコールドスリープさせた人がグノーシアかどうかを判断できる。データ参照からドクター報告を確認することができます。このドクターの安らかな顔よ。人間じゃなかったか。まあ、ククルシカあれだけ可愛かったらグノーシアでもね、仕方がない。あの、彼女の手にかかって消滅させられるならそれもまた本望ですね。うわー、コメントがルンルンで茂道を。これ怪しいのか。この顔見てるとかばいたくなっちゃう。ラキオくんがかばう。私も加わっとこうかな。じゃあこの話を加味して考えるに、ククルシカは S 級ちゃん狙ってたってことは、 S 級ちゃんは白か。グノーシア同士指名するのはもうよっぽど選ぶ人がいない時だと思うので、私も自分がグノーシアだった時は同じグノーシアだった人を選んだから、まだこんなに生存者がいる状況だからS級ちゃんは白だな。ノアドクター自らエンジニアを シッピ君か。グノーシアな。俺のエンジニア権限でスキャンすればグノーシアをあぶり出せるかもしんねえ。おいおい、シピがエンジニアってのは違うだろ。エンジニアは僕だぞ。コメットとシピ君は同期だから同期っていうか登場したタイミングは一緒だから、この二人がなんか小競り合うのはあんま見たくないんですよね。というわけでエンジニアの座をめぐり、シピ、コメットが激突。いやー、楽しみなカードですね。 S級ちゃん、あなたも蚊帳の外じゃなくて当事者なのよ。シピ君かコメットかか。シピ君かコメットか。誰かを疑わなければいけないのなら、確率から見てコメットを疑うべきだと思う。確率。ああ、コメットがグノーシアだった確率ってこと？たまにこう、めたいところから言ってくる説。やっぱり周回する記憶を引き継いでる説。自明だね。コメットを疑ってないやつなんているの？ラキオくん。乗ってみよっかな。
そりゃ驚いた。ジンナ・コメット・ベンゴ。そうね、ラキオとか怪しくない？そこへ来て撹乱させる SQ ちゃん、なんか変なこと言ってくる、変なっていうか一石投じてくる人、みんな衛進主義者な風に見えてくるのがこの役回りのずるいところですね。ラキオくん、コメット、ラキオ、この二人で決戦投票になるかな。むやみにラキオを疑うな。こいつ誤解されやすいやつなんだよ。私も弁護しておくか。オッケーオッケー、誰にするか僕とっくに決めてるから、僕とっくに決めてるから。ジョナス、いや狙われそうだなこの3人。どっちかがグノーシア、そうすると確実に狙われるのはジョナスさんなんだよな。コメット、圧倒的コメット。あ、茂道私に入れたな。ラキオ、ラキオ、あ、ジョナスコメットに入れてる。茂道、茂道、シピくんはコメットに入れてる。コメットがラキオに入れてるっていうことはラキオくん白説。ドクターがコメットのこと調べてくれると助かるけど、生きてるかわかんないんだよな。なおもなおも会いに行く。マナト、私は君の味方だと言ってみたところでな。嘘か誠か、夢かうつつか。この人セリフもかっこいいな。疑ってごめんね。いや、やっぱ狙われた。やられちゃいましたな。これで真偽は分からなくなった。エンジニア、残ったエンジニアが本物かどうかも分からない。うん、シピ君は当たりを引き当てたと言った。説、さっきも私のこと疑ってたからな。票を入れたその意図は何だ。うわぁ、説守ってくれた。これは説、グノーシア判定が出たから私を味方に引き入れて弁護させたいということか。シピ君が仮に本物であれば説なんだけど、シピを信じたい。でも今仲のいい人説なんだよな。シピ、ジナ、ラキオくん、ジナさん、みんなバラバラだな。バラバラすぎて何とも言えない。シピくんはジナさんの肩を持つ。あ、でも発言に私反応しなかったからエンジニアの言ったことは本当なんだ。直感をスキル上げてやって嘘に気づけるようになってるので、ってことはやっぱ説なのか。かばってもらってるのに。どうしよう、
重道はあくまでも私に入れたいか、で、節も私に入れる流れになっちゃったか。荒木尾くん、どうかな。もしかしたら私に入れてくるか。もう一回。あー、どうしようどうしよう、変わらない流れだな。5周目でこの手はなかったかな。シピ君信じる。やっぱ私1票入った。でも1票だけ。茂道なんでこんな執拗に私のことを。シピ君はエンジニアとしての立場から説疑って、説はそれに反論してシピ君に返してる。ジナ SQ、 ラキオ、ラキオ SQ に返してる。説とラキオの中から選び直せばいいんだろ。俺こういうの苦手だわ。やっぱ私もやだ。説だと思うけど、ラキオは信用できない。私も個人的な見解から言うとラキオくんに入れたい入れたいけど、ならラキオにきつく当たるもんってな。重道はラキオくん守るな。ということは説落とす。翌朝グノーシア、もしも説がグノーシアじゃなければ誰かが襲われる。シピ君が襲われるか。守護天使誰守るかな。てか守護天使まだ生きてるかな。シピ君はラキオ君かばう。やっぱりセツさん狙いか。じゃあラキオ君、仲のいい人変わった。あーそうだね、そうだね、説を疑ったからか。次 SQ ちゃんか。 SQ ちゃん発言あんまり見ないけど、エンジニアとしてのさっきの発言。あー説がグノーシア出会ってほしくないんだけど。投票。説、ラキオと説で割れた。重道、シピ君、そして私。ラキオ君はまあ当然として、おやすみ、おやすみ説。どうかあなたがグノーシアであって。ああ、続くか。まだ続くな。誰だったんだろう。ラキオくんってことか。ラキオくんかシピくんか。これはまた誰か話を持ちかけられるやつ。怪しいのはラキオラキオだけど、重道今仲悪そう。シピ君と仲が悪くなってる。好感度を上げる方向でいこうかなラブい感じ。ラキオ君白だった。ということは説じゃない、ラキオでもない。難しいこのメンバー、このメンバーの中でこれはシピ君のエンジニア報告待ちかな。エンジニア、あ、私じゃないという話になった途端、重道、ちな狙い。
S級ちゃんも乗っていく。私の立場としては一緒になってジナさんを疑っていくか、それとも疑いを持った人へ攻撃仕掛けるか。ジナさん守ろう。シピ君がどう動くか。 S 級ちゃんが協力を要請してきた。 S 級ちゃん今回動向がよくわからないからな。ラキオ君に入れてたから、まあ仲がいいっていうのもあるんだろうけど、力合わせて一緒に生き残ろう。ダメ？とりあえず様子見。だんだんこう慎重になってきちゃう。茂道だな。ジナ。シピ君ジナ守った。S 級ちゃん怪しいかもしんない。S 級ちゃんか、茂道かだな。私は明確にジナさんを守ることにする。S 級ちゃんジナ狙い。あ、投票になっちゃう。シピ君多分今夜グノーシアが残っちゃうと絶対狙われますよね。この二人のうちどっちかだと思う。どっちかと言いながら茂道最後まで私に入れ続ける。シピ君のエンジニア発言を信じてない。そして S 級ちゃんは全く入ってない。ジナさんも白だな。茂道か S 級ちゃんどっちか。おやすみ茂道。茂道白だったっぽいですね、この反応。ということは S 級ちゃんだな。ジナさんと仲良くなっとこう。そうか、今夜私が狙われないとも限らない。不穏な。S 級ちゃん白か。どちらかは消えるって言ったけど、二人とも生き残っちゃったね。待って、私の私の疑わしいと思ってた人が一気にいなくなっちゃった。っていうことは S 級ちゃん守護天使だった説。報告を求める。しまったしまった、一足遅かった。でもジナさんしか、これしかないね。二人とも攻撃し続けるしかない。今回これで乗り切るしかない。ああジノさんか。あっという間に。さあこの結果どうなんだろう。ここで大穴でシピ君が実はエンジニアじゃなくてグノーシアだったら大どんでん返し。ジナさんがグノーシアかどうかで、この発言、この最後のセリフの意味がみんなの夢を見ると思う。おやすみ。さあどうだ、さあどうだ。あーよかった。ちょっと待って
スピクスピク人間だけど嘘つきだった。グノーシアはどっちもエンジニアを名乗らずに、このパターンか。またしても読みは何一つ当たらずでもまあ結果だけ見ればグノーシアをコールドスリープさせてやりましたぞっていうことなんですけど、クルシカタン初登場でグノーシア美味しい役回りでしたね。これもミスリードですね。明らかに様子のおかしいジョナスを疑わせておいての鼻冠ラブリー攻撃のククルシカタンがグノーシア。シナリオもなかなか手の込んだミスリードをまんまと乗せられてしまった私ですが、はい、ということで今回はこのような結果となりました。さらに新しい役回り、ドクターコールドスリープさせた相手がグノーシアかどうか鬼だったかどうか判定できるのは強みですね。でも守護天使に自分がなった時に誰を優先して守るかちょっと悩みが増えましたね。そしてドクターについても自分がドクターだって偽名乗り出てくる人がもしかしたら出てくるんじゃないかなと、場はさらに混乱しちゃうあーどんな局面になるのかということで、お話はまた次回続いていきます。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。以上、マナトでございました。ありがとうございました。